宗形三女神。宗形三女神は、宗形大社、福岡県宗形市を総本宮として、日本全国各地に祀られている三柱の女神の総称である。危機において、アマテラスとスサノオの制約で生まれた女神らで、宗形大臣、宗形の狼、同種、タカ、道主の無とも呼ばれ、あらゆる、道の最高神として、航海の安全や、 交通安全など祈願する神様として、数敬を集めている。この三女神は、日本から大陸及び古代朝鮮半島への、海上交通の平安を守護する、玄海などの神、妖として、海北道中の島々、沖津群、沖野島、中津群、畜前大島、辺津群、棟方田島に祀られ、大和朝廷によって、古くから重視された神々、県随師や、 剣道士も、この島を目印として都会した。胸方の表記は、木。木では、胸形、胸形、胸形の文字で表している。アマテラス大臣が、国作りの前、天孫降臨により以前、受けにより生まれた、この三女神に対し、九州から半島、大陸へ繋がる、海の道、海北道中へ降りて、歴代の天皇を、お助けするとともに、 歴代の天皇から熱いお祭りを受けられよと神直を示した。このことから三女神は現在のそれぞれの地に降臨し、死されるようになった。これが、宗形大社が祭る、沖津愚の田心姫神、田森姫、中津愚の単身姫神、田吉姫、変津愚の一木島姫の人、一木島姫である。この三女神は、アマテラスと、 元仙男の受け絵の結果から生まれたという。元仙男の邪心を疑ったアマテラスは、彼の本心を確かめるために制約する。元仙男が束さんでいる剣を、天の間内ですすぎ、口で噛み砕いて、霧として吐き出した。そうして生まれたという。娘たちに、あなたたち三神は、道中に降臨して、天孫を助けたて祭り、天孫に祭り、いつかれよと命じた。道中とは、 玄界灘である。古事記人大上官に、この三柱の神は、胸方君等の持ち配、いつ組前の大海神なりとあり、元来は、胸方氏、胸方氏ら、畜氏、九州北部の海人族が古代より集団で祀る神であっとされる。海を隔てた大陸や半島との関係が、緊密化、神宮皇后による三冠聖抜神話などにより、 土着神であった三神が四世紀以降、国家神として祀られるようになったとされる。日本書紀については、巻、第一、神代城、第六段の本文と、その、一書で、アマテラス大臣とスサノー村の制約の内容が多少、異なる。降臨の地は、福岡県の宗方地方東端の倉手郡倉手町の、六ヶ岳という山で、 畜氏国造の多道命の子孫の長旅子、小京旅子が、天寺大臣の神直を受けて、ひもろぎを立てたのが、祭祀の始まり。胸形大菩薩ご縁起、勝木文書、六家竹神社記、福岡県神社史など。天寺大臣が、南寺神、今し三柱の神、道の中に降りてい、まして天孫、雨、美馬を助けささぐ、祭り。 天孫のために祀られよとの神直を授けたと記されている。これは現代まで祭祀が続く、御神明とその鎮座地が明確に記載される記述では最も古い。なお、第三の一書では、この三女神はまず、筑紫の宇佐島の表山に降臨しむ中田の島々に潜座されたとあり、宇佐神宮では本殿二の五殿に祀られ、 この日本書紀の記述を神社年表の始まりとしてる。八幡神の姫大神である。別称の、道主、高の、無知は、尊い神を表す尊称とされ、神明に、無知がつく神は、道主、高の他には、大昼目高、大昼目無知、甘照大臣、大名無知の命、大名無知、大国主の、わずかしか見られない。古事記では、 火星した順に以下の三神としている。この三者を総称して、宗方三者と呼んでいる。日本初期では以下のようになっている。玄海な灘に浮かぶ沖の島は、世界文化遺産に登録され、島には沖津宮があり、伝信姫神を祀っている。島には、古代祭祀遺構があり、出土品は一括して国宝に指定されている。夏宮にある、宗方大社神宝館って展示されている。 宗形大社の社殿では、以下のようになっている。三女神の神明や配列などに古来、主寺の変遷もあったが現在では、以下のようになっている。海の神、航海の神として信仰されている。宗形大社の他各地の宗形神社、宮地岳神社、五福島神社、八王子社、天根真内社、石神神社などで祀られている。八幡社の姫大臣としても宇佐神宮や、 岩清水、八幡宮で祀られている。宗形家の神社は日本で五番目に多いとされ、そのほとんどが山と及呼び伊勢、島から熊野灘、瀬戸内海を通って大陸へ行く経路に沿ったところにある。なお、八王子神社は、伊尾三女神を祀る神社である。宗形大社福岡県宗形下島鎮座総本社、宗形三女神のうち、 多心姫神を主催神とする神社。宗コ三女神のうち、丹心姫神を主催神とする神社。宗コ三女神のうち、一チ島姫の神を主催神とする神社。一コ島姫の神は中津島姫命の別名とされ、大山杭イガと共に主催神とする神社。一コ島姫の神は、鎌倉時代に行商商人により、イツ島神社から誕生され、 ニューズ姫神社の主催神の内大四殿の写真となった。一木島姫の神は、弁祭典と同一し、本時衰弱されることも多く、古くから弁祭典を祀っていた神社では、明治以降、一木島姫の神や胸形三女神を祀っている神社も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。